ではタイ行きます。本来はタイは手とか刺さるんで、本来は手をカバーしながらやってもらって結構です。実際はこういうふうにここから包丁を入れます。実際はもうちょっと手を近くてもいいんですけど、映像的にあれなんでこういうふうに入れます。で実際はお腹を見せたくないのであれします。こういうふうに、ここは本来は鱗がいっぱいあるんですが、あらかじめきれいに取っておきました。タイはここが本当は美味しいとこなんですが、あえて今日は残して後で処理するのを見せます。お腹をあえてちょっと見せません。気持ち悪い人と言いますので、本来はまあこういうふうにしてこっちも同じように下ろします。よろしいですか。本来は魚をこういうふうに下ろすんですが、タイの場合は尻尾から、もちろんこういう尻尾からこう入れます。それで逆包丁と言いますが、こういうふうにこういうふうに包丁入れます。本来はスッと一回でいくんですが、映像的にちょっとあれなんで、こっちも同じように、これでよろしいですか。これを後でこれを5枚おろしする人もいますが、私の場合はどうしても納得できないので3枚おろし。はい、これで1枚、ここの中骨取って2枚、裏も同じようにやると3枚おろしになります。頭の処理、ここを入れると、ここの中には本当にこう、髄がなくて、簡単にこう、口や、タイのこう、歯を見てもらいたいの、本当に鋭い。ただこの日本の中のここに包丁を差し込むと簡単にパッとこう入ります。よろしいですか。これは炙って食べるのもいいし、醤油で煮込んでも美味しいです。荒炊きと申しまして、いろいろタイには調理療法があります。今回はあえてこの古代を用いました。
これは先ほどの生の鯛、これは湯引きをして熱湯に入れた鯛でございます。これを本来はこういうふうに包丁を入れる方がいますが、これだと寿司の握りとしては適さないので、こういうふうに長方形になるように、ここの辺に骨がこうありますが、この辺から骨がなくなりますので、長方形のこういうふうに形でナイフを入れます。こう、長方形になります。鯛の場合はここにまな板にこういうふうにくっつきますので、あえてきれいな状態、まな板をきれいに殺菌した状態だと思ってください。これを包丁を逆にやると水が含んでおりますので、逆に水をはじくように、水分をはじくようにしてください。はい、それで先ほど申しましたように、鯛、これがおっぽ、ここは結構おいしいでございます。これはお腹ですからね。はい、これと同じです。